ただいま8時ちょい過ぎです。登り始めましょう。とりあえずお参りしてから登りますかね。でか鈴、こんな感じでございます。とソニーのハンディカムで撮ってますが、このカメラを持つと両手が開かない。で、両手が開かないと多分バランスを崩した時とかに手がすぐつけない。なんか過去にそれで痛い目にあったはずなのに学習がないので、片手にカメラを持って登っております。いい加減学習しようね。ケーブルカーとかロープウェイとかとちょっと違う山の中を行ってます。とかは何て読んだろう、源流というのはですね、多分そこから水が染み出してきて、これが下に流れ落ちていると。なのでずっと晴れてた、梅雨だったけどそんなに雨降ってなくて、でもここは源流っていうだけあって多分水が染み出てるんだと思うんですよね。だからそこはこう下が濡れてると。この辺は下が乾いてるけどそこは濡れてると、まあ、これが源流ってことなんだろうと。源流だからかどうか知りませんが、しめ縄っていうんだっけが飾られておりますです。稲の川男女川の源流ですと書いてあるけど、確かに微妙に染み出して流れていってる。最後の部分は階段が、永遠にとは言いませんけど終わりなく階段が続いてるんじゃなかろうかっていうような感じで、なかなかこれきつかったですね。そのきついっていうのはやっぱり変化がないので、ちょっと歩くにしても階段をひたすら登っていくという感じで、なかなかここまできつかったと思います。とりあえずロープウェイの一番上の駅まで来て、こっちは桜川、違うな、真壁、なんかあっちの方を見てます。駒展望で、多分今から女体山の方へ行って下る予定。